皆さんこんにちは、理学療法士の宮島優です。今回は脊柱管狭窄症の患者さんの評価ルーティーンを、紹介したいと思います。まずはじめに僕の簡単なプロフィールですが、これまで整形外科クリニック、総合病院整形外科クリニックと勤務してきました。12年目の理学療法士です。これまで学会発表させていただいたり、論文を書かせていただいたり、セミナーの講師をさせていただいたり、またツイッターで分かりやすく伝えるっていうのをコンセプトに情報発信をさせていただいてます。今回は脊柱管狭窄症の評価ルーティーンをですね、僕の紹介したいと思います。評価ルーティーンの動画ですね、以前もちょっと何個か出させていただいてるんですけど、たくさんの方に見ていただいてます。まあその分ですね、やっぱり皆さん、まず何をやったらいいのかっていうのは知りたいっていうふうに思ってらっしゃる方やっぱりすごく多いかなっていうふうに思いますので、今回は脊柱管狭窄症のオーダーが出てリハビリに来た患者さんですねに対して、まずどういう評価とかをやっていくといいかっていうのを紹介したいと思います。やっぱり一つ型みたいな形でルーティーンがこう決まってると、すごく自信を持って患者さんに対応することができますし、もしルーティーンから外れたら、つまりそのルーティーンの中にあった症状っていうのは除外できるよねっていう形で、また次のステップに進むことができますので、やっぱり一つ軸みたいな形は持っといた方がいいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずなんですけど、リハビリのオーダーが来たら、まず問診をすると思うので、問診で確認しといた方がいいことを、紹介したいと思います。脊柱管狭窄症の方がですね、いらした時ですね、まず皆さん当たり前のようにいつ痛いですかって聞くと思うんですよね。どんな時に痛みますかっていうふうに聞くと思います。で、例えばこう座ってると痛いとか、寝てると痛いとか、歩いてると痛いみたいな症状があると思うんですけど、脊柱管狭窄症の方の特徴としては、大体はですね、歩いてると痛くなってくる、ずっと立ってると痛くなってくる、あとはやっぱ座り続けてても痛くなるっていう方もいらっしゃるんですけど、基本的には腰椎の伸展になるような姿勢になってると痛いっていう方が多いです。だから寝てると痛いとかっていう人もいらっしゃったりするんですけど、やっぱり腰椎の伸展によって脊柱管が狭くなって症状として出てしまうっていう方が多いので、大体は歩いてる時とか立ってる時とかに痛いっていうふうにおっしゃる方が多いかなと思います。で、その上で特徴のもう一つとしましては、体をかがめると楽になるっていうような特徴があります。間欠性跛行って言ったりするんですけど、歩いてて痛くなるけど、なんかこうベンチとかで座ったら楽になって、また歩けるようになるけど、また歩いてたら痛くなってしまうっていうのを間欠性跛行っていうふうに言うんですけど、これ脊柱管狭窄症の診断の一つの基準にもなってたりしますので、その脊柱管狭窄症のオーダーが出ましたら、そういう症状があるか、この間欠性跛行はあるのかっていうのを確認してもらった方がいいと思います。もしですね、かがんでも楽にならないっていうような患者さんがいらっしゃった場合っていうのは、もしかしたら脊柱管狭窄症の症状じゃないのかもなっていうことも考えていく、必要があります。なのでそれに加えて、やっぱり感覚ですね、しびれはありますかっていうような話をしてもらって、しびれてますっていうふうに本人が言ったとしても、実際に感覚の検査をした方がいいです。例えば足の外側がしびれてますっていうような話があった時も、足の外側の皮膚の感覚っていうのをこうやってサッサッサッっていう感じで触って、左右で違いはありますかっていうのを確認するようにしてください。で、もしやっぱり違う感じがしますっていうのだったら神経症状が出てますし、もしないっていうふうになった場合は感覚障害はないなっていうふうに考えられるんですね。脊柱管狭窄症の人がみんな感覚障害が出るかっていうと、そうではないとは思うんですけど、やっぱり患者さんの中にはしびれてるっていうふうに患者さんは表現してるけど、医学的に言うとしびれじゃなくて、なんかこう痛みの方に入るんじゃないかなみたいな人もいたりするんですよね。なのでしびれって言われちゃうと、僕らどうしてももう神経だっていう感じですぐ考えてしまったりするんですけど、しびれてますっていうような訴えがあった時は、必ず感覚の検査と、あと筋力ですね、筋力の検査を必ずやるようにしてください。これはもう必ずやっぱり外せないルーティンになるかなと思いますので、大体のですね、海洋椎の神経根の障害っていうのは覚えておいた方がいいと思います。脊柱管狭窄症は基本的に海洋椎の方で狭窄が起きますので、L4 はあんまないんですけど、L5S1 とかがやっぱりすごく多いかなっていうふうに思いますので、L5 だとここの感覚でこの筋肉がとか、 S1 だとこの感覚でこの筋肉側とかっていうのは大体ですね、覚えておく。覚えるのが難しかったら、その教科書に貼ってるよくある感覚の図とかですね、そういうのとかをコピーして近くに置いとくとかでもいいと思いますので、そういった形で必ず押さえておいて、でその検査をするってことも重要になってくるかなと思います。
続いて、やっていく評価としましては、ケンプテストっていうのが、あります。ケンプテストは、立位の状態で患者さんに体幹を伸展してもらって、でかつこう側屈伸展みたいなのを加えていくっていうような検査になります。僕は最初まず純粋な伸展からやってもらうようにしてまして、純粋な伸展で痛みが出るかっていうのをまず確認します。で腰痛が出たりとか足の方に痛みが出るかっていうのを確認します。もし伸展で出なかったりする場合は、ちょっと側屈かつ伸展みたいな感じにしてもらって、症状が出るかっていうのを確認します。これは椎間孔を狭窄する検査になりますので、脊柱管狭窄症の方だったら、そういうので症状が出るっていうことが考えられます。でこれでもし症状が出た場合ですね、症状で出た場合は腰椎 の極突起を手でグッて止めて、止めた状態でもう一回反ってもらったら楽になるかっていうのを、見ます。でそれで楽になるんだったら、やっぱり腰の骨の影響だよねっていう風に考えることができるので、この評価も必ずセットでやるといいと思います。やっぱりですね、脊柱管狭窄症でオーダーは来たんですけど、実際に患者さんが痛みとして訴えてるのは脊柱管狭窄症によるものじゃないってことってやっぱり時折あるんですよね。これは先生の診断が間違ってるとかそういうわけではなくて、無症候性の脊柱管狭窄症っていう方はやっぱりいらっしゃるんですよ。実際に MRI とかレントゲンを取ると脊柱管狭窄症はあるけど、実際症状としては何も出現してないっていう方もいらっしゃったりするので、今患者さんが訴えてる症状っていうのはいわゆるこの脊柱管狭窄症の症状なのかなっていうのを確認するために、こうちょっと伸展のストレスをかけてそれを止めてみてどうかっていうのを見たりとか、あとはしびれとか感覚障害とかっていうのはあるのかなっていうのを確認してもらえるといいと思うので、この辺は必ずどの患者さんでもやってもらった方がいいところかなと思います。あともう一つちょっと大事なんですけどなかなか聞きにくいポイントとして、こう膀胱直腸障害があるかっていうのを確認する必要があります。これは排便障害ですね。便とかを我慢できなくなったりしないですかっていうところに、なります。これなんでダメかっていうと、膀胱直腸障害が出てるってことはバビ神経のところに症状が出てるっていうふうに考えられるんですけど、この圧迫が続いちゃって膀胱直腸障害がしばらく続いてしまうと、じゃあ手術しましょうって言って例えばそこのバビの圧迫を取り払ったとしても元に戻らない可能性があるんですね。なのでバビ神経障害がある、つまり膀胱直腸障害があるなっていうふうになった場合は、すぐに先生に報告する必要があります。でその上で基本的にはすぐに手術した方がいいっていうふうになるんですけど、その上で先生と患者さんで話し合っていただいて、手術今すぐするべきなのかどうかっていう話をしてもらう必要がありますので、ちょっとこう聞きづらいんですけど、ちょっと便が我慢できなかったりおしっこが我慢できないみたいなのはありますかっていうのは確認するようにしてください。聞き方としては、すいませんちょっと皆さんにちょっと確認しなきゃいけないことなんですけど、腰の神経の一部がダメージを受けてしまうとおしっこが我慢できなくなったり便が我慢できなくなったりっていう症状が出ることがあるんですけど、そういったことはないですよねっていう形で聞くのがいいんじゃないかなと思います。いきなりこう何も確認せずに、便が我慢できないとかそういうことありますかみたいな感じで聞いたら、みたいな感じにびっくりすることあって信頼度が下がってしまいますので、必ずしっかり説明した上で、でもちょっとそういうことありませんかっていうのは聞いてもらった方がいいと思います。以上いろいろ聞いた上で、おそらく脊柱管狭窄症の症状だろうと、腰椎は下前腕になっていて、それを丸めると楽になるっていうようなことが分かったらですね、それに対する治療をやっていきます。その上で、大事になってくる評価が、まず腰椎を後弯する可動域はあるかっていうのを確認してください。脊柱管狭窄症は基本的に腰椎が過剰に伸展してしまうことで起きますので、過剰に伸展してるけどそもそも腰椎の屈曲の可動域は出るのかっていうのを確認してもらえるといいです。それの評価方法はこの後ちょっと実技で紹介しますので、まずは腰椎の屈曲可動域はあるかっていうのを見てください。でその上で隣接関節ですね、隣にある関節、腰椎の上にある胸椎ですね、胸椎周り、腰椎の下にある股関節の伸展可動域が出るかっていうのを確認してください。大体は胸椎の伸展が出ないせいで腰椎が反りすぎちゃってたりとか、股関節の伸展が出ないせいで腰椎が反りすぎちゃってるっていうパターンが多いので、腰椎がなんで過剰に反らなきゃいけないかっていうところで、胸椎の伸展可動域、股関節の伸展可動域っていうのは確認していただいた方がいいので、これも合わせて評価してください。これが硬いなっていうのが決まったら、もうそのストレッチをすればもう治療になりますので、これに当てはまったらもう早いですね、もうこれをやっていきましょうっていう形で治療を組み立てることができますので、まずこういったところを見てもらえればいいかなと思います。ではこの後腰椎屈曲の可動域の評価の仕方とか、あとは股関節伸展の評価の仕方も結構ポイントがあったりするので、これをちょっと実技で紹介していきたいと思います。
では腰椎の屈曲可動域の評価方法を紹介します。やり方としましては、患者さん側外になっていただいて、でこの両足ともですね、大丈夫な範囲までいけるところまで足をこう曲げてきてもらって、太ももが胸とかお腹につくぐらいまでぐーっと曲げてきてくださいっていう風に指示します。ぐーってやるとですね、正常だとここの部分がつきます。胸と太ももの部分がつくぐらいまでこうやって屈曲することができるんですけど、彼つきませんなので彼は陽性になります。この場合は腰椎、主に腰椎ですね、腰椎の屈曲可動域が低下してるっていう評価になります。実際にやっぱちょっと足んないですね、多分ちょっと腰椎硬そうなんで。この場合はですね、もうこのまま治療がちなみにできます。じゃあちょっと両手でここ両足抱えてもらっていいですかっていう形で、両方こう屈曲にキープした上で、腰自体をこうやってこう丸めるようにこうやってこうストレッチをしたりとか、垂れ付き自体をこうやって揉んだりして、で徐々に柔らかくなってきたなと思ったら、じゃあ徐々に上げていきましょう、徐々に曲げていきましょうみたいな感じでやっていくと治療することができますので。でこれ自主トレにも使えます。痛くなったらこうやって丸まってみてくださいみたいな風に患者さんに指導すると、先生に言われた通り丸まったら楽になりましたっていう風に言ってもらえる患者さん結構いらっしゃいます。であと例えばリハビリ中は症状が出ない方ですね、今は大丈夫なんだけど長い時間歩いてると症状出ちゃうんだよねみたいな方とかいらっしゃったら、じゃあもし症状が出たらこういう風に丸まってみてくださいみたいな風にお願いしておいて、あ先生言ったみたいに丸まったら楽だったよみたいな風な話があれば、あじゃあやっぱり腰椎下前腕による症状だなって考えることができますので、そういった面ですごく有用な評価かつ治療法になってますので、まずこれをやってもらえるといいかなと思います。で続いて股関節伸展の可動域なんですけど、股関節伸展可動域、大体屈外で測ることが多いと思うんですよね。屈外で測る時の問題点なんですけど、例えば彼みたいにですね、じゃあちょっと戻しますね、腰椎がもともとちょっと反ってるっていう人に関しては、これもともと骨盤が前傾になってるんで、股関節伸展可動域はその腰椎の伸展でグイって出ちゃう場合があるんですよね。だから実際見かけ上、なんかこうやってじゃあ股関節伸展してみましょうってこういう風に測ったら、あ結構後ろに行くわっつって、あ股関節伸展大丈夫かなっていう風になると思いきや、こういう感じでじゃあ両足をグーって曲げていただいて、腰椎を中下位、また屈曲位ぐらいにして、でその状態でもう一回測ってみます。もう一回測ってみると、あここまでしかいかないわみたいな感じで意外といかなかったりするので、その股関節伸展を測るときにこの腰椎の伸展が出ないように測れるかっていうところが非常に重要になってきます。やり方のおすすめとしては、今の僕の姿勢みたいに片方の足をグーッと曲げてもらって、でこの曲げたところの足をこう体で止めちゃいます。こういう感じ で止めちゃった上で股関節をこうやってグーッと伸展していくと、これ腰椎の伸展出さないで股関節の伸展の可動域見れますので、で見た上でまたですね、今みたいな姿勢でストレッチとかを加えていくと結構良くなることが多いので、股関節伸展の可動域ってものすごく重要なんですけど、この腰椎の伸展の代償が出ないっていうのを必ず気をつけてやっていただいた上で評価して治療してもらえると、非常に効果的な治療ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ臨床で試してみてください。今回は脊柱管狭窄症の評価ルーティンについて紹介させていただきました。何かわからないこととかリクエスト等ありましたらコメント欄の方までよろしくお願いします。この動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。またツイッターもやってますので、ぜひフォローしていただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今うちの会社でメインでやってる授業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方はこれから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。